韓ファ外交部長官は13日、ピーター・マウラー国際赤十字委員会総裁の要請で電話会談を行い、双方における新型コロナウイルスの対応現況と韓国と i s r s 間の協力増進案などについて議論した。外交部によると、公共長官は、 新型コロナウイルスが世界的に引き起こした前例のない人道的危機の状況で、ICRC が脆弱層の支援活動など重要な役割を果たしていることを評価した。続けて韓国政府は、国内における感染拡大防止の努力とともに両国間及び多国間に及ぶ次元の人道的支援の提供などを通じて、 国際社会における新型コロナウイルスの対応に積極的に参加していると説明した。これに対してピーター・マウラー総裁は、韓国が効果的に新型コロナウイルスに対応している点を高く評価し、ICRC も最近の新型コロナウイルスに対応するために、多様なプログラムを実施していると紹介した。続けて、 世界中の脆弱地域支援などのために、韓国との協力を強化していくことを希望した。外交部は、双方は、韓国と ICRC 間の協力が、引き続き強化されていることを評価し、今後も全世界の人道危機対応のための協力を継続していくことにしたと述べた。